研究っていうのはそれほど大した話じゃないけどね。そうなんですね。まあ、はい、これも私もちょっとね上から目線で怒られちゃうかもしれないけど。いやこれはあれだよな、なんかすごいよな。でもさ、その本当に今回辞めるから6月の議会でどうのこうのって言ってるでしょ。前にもでもさちょっと似たような話で給与返上するって言ったらね、返上するのやめたと言ったことあるんだよね。ありましたね。これはだから本当に今回もね、辞めると言ったけど辞めると言ったの辞めたっていう風に言いかねないな。確かにこの人はね。そうですね。うん。まあでもあれだよね。ちょっとこの番組でも言ったけどさ、リニアでさ、はい、リニアは遅れてんのは俺のせいじゃなくて、自分のせいじゃなくて神奈川だと言ってたり、はい、でもあなたのせいでしょういくらなんでもと、うん、それでなんか何日か前でね、ついにあれだよね、リニアの、はい、27年の開業を延期せざるを得ない。